今回は、明日の初公開、初降臨する、口木白夜、超究極の口木白夜についての、お話ししたいと思います。まあお話というか、まあ何が何の、降臨キャラ使えるのか、何のガチャのキャラが使えるのかっていうのをね、まあある程度、まあこうざっくりこう話していこうと思います。はい、まずフォロワーさんからまあいろいろと、まあ、言われたんですけども、新しく新、ギミックが出るのではないかと言われた、まあ出るのかな出るのかなちょっとわかんないけども、まあ新しい新ギミックが来る可能性は非常に高いと思われます。次、この画像も見てください。ポン、まあハートなしって書いてるんですよ。まあハートなしって書いてるんで、まあおそらくフィーリングオールパネルか、もしくはフィーリングオールが出てくるんですよ。でまずやつは、超究極なんで、ある程度なんかこう積極的に根気してくる可能性は高いんで、まあフィーリングオールマスターをつけるといいかなと思いました。はい、次、この画像もどうぞ。ポン、はい、まあクレオパトラ、超重力バリアに、回復 M を持ってるんですよね。まあこれもめっちゃ強いんじゃないかなと思い、まあ貫通制限、反射制限かな、反射制限とかが、まあ、出てくる可能性が高いのかなと思われますけども、まあそこまでね、あの超究極意地悪してこないだろうと、うん、まあ、とりあえずフィーリングオールマスターとかね、まあ、つけておけばまあいいんじゃないかなと思いました。で次、ポン、今回のまあ目玉っていうか、まあ、強そうじゃないかなと思ったのが、まずノスタルタムス、非属性キラーと、超重力バリア、超重力バリアじゃない、重力バリアと、非属性キラー、まあ回復はないんだけども、まあ、ストライクショットで、まあ、ある程度回復できる、うん、あとはね、こいつも使えるんですよね。ポン、まあリジネがついている、リジェネがついているやつ、まあリジェネがついているついているやつといったら、あとも、そうですね、あと他は、回復 M だったりとか、回復普通の回復だったりとか、そんな感じを連れていった方がいいかなと思いました。あとは、まあ、先ほど冒頭に言った通り、新ギミックが、出る可能性がやっぱ高いと思います。はい、超究極、がねちょっとまあ重力だけっていうのはね、まあ、ちょっとまあ何をしてくれるのかちょっと怪しいけど、まあそう簡単にね、まあまああとフォロワーさんからねまたこう言われたんですけども、今回周回系なんで簡単なんじゃないかと言われまして、周回系なんですよ今回は。確かめんどくせえんだなこれは。なので、まあ次、降臨運枠として、使えるキャラをご紹介 しようと思います。次が重力と、そうですね、重力と、回復がついている運枠としたら、エルドラドとかですね。エルドラド、アンチ重力バリア、アンチ魔法陣、ゲージで回復、状態上回復、はい、で、フレーター的、全てを、吹っ飛ばす。で、優勝コンボがラウンドフラッシュに、
反射レーザー、これも強いと思います。で、あとは、これかな。まあ一番いいのはやっぱね、あ、これもいいですね。サンタオルガ。オルガもいいんですけども、オルガもいいけどね、やっぱ運悪としたらやっぱエルドラのエルドラとか、ね、まあいいかなと思います。で、回復をね、まあ、なくなると、重力バリアだけにすると運悪としては、クイーンバタフライだったりとか、そうだな、うん、クイーンバタフライだったりとかになるかなと思いますね。はい、いろいろとちょっと、でガチャキャラだったり、ガチャキャラだったら、まあムーも結構強いですね。超重力バリア持ってるんで、いろいろとね、まあみんなのガチャキャラ持ってると思うんで、まあレジェネだったら、レジェネも強いんですよ。レジェネも強いんで、メタトロンとかね、進化メタトロン、神化メタトロンがね、多分使えると思うんで、あとは、ジャンヌダルクだったりとかも使えるんじゃないかなと思います。ジャンヌダルクはね、レジェネと、アンチ重力バリア、ゲージで、超アンチワープ、重力バリアキラーということで、ジャンヌダルクも、おそらく使えるんじゃないかなと思い、はい、まあ、ここまでざっくりと、話してきましたが、次に回復で言うと、やっぱり、エルドラドだったりとかね、やっぱなるのかなと思いました。あとはマルコポーロだったりとか、そんな感じですね。はい、まあ明日ね、初降臨するんで、超究極ね、まあそんな形になります。よければ、明日超究極の動画出しますんで、よければそちらの方を、ね、ご覧になっていただければなと思います。そしていいねと思った方は、チャンネル登録、高評価の方お願いしますので、以上、トラマセキでした。バイバイ。